はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は、はい、えー、スターターのね、評価をやっていきたいと思います。まあ、85以上選手ね、えー、各チーム2人ずつ出ておりますが、そちらの選手たちを全選手徹底解説やっていきたいと思います。えー、本日の動画ね、パート7ということで、ここから J2 の選手に入っていきます。まあ、今回はね、仙台の選手から、えー、山形の選手までですね、えー、計3チームかけ2で6人ですね。はい、やっていきたいと思います。 まあ、ちなみにスターターはね、3月29日から登場してますが、えー、期限がですね、4月の25日までなので、まあ、ここまでにね、ぜひね、あのー、スターターで欲しい選手がいる方は、ぜひね、狙い撃ちしてみてはいかがかなと思います。 まあ各チームね、結構そのチームの顔の選手が、まスターター揃ってますので、まあ素材として見てもいいし、まあね、実用性のあるカードもね、中には数枚、まあ数枚ってかも半分ぐらいいるんじゃないかな。まあそれなりにいるとは思うので、まあ半分は言い過ぎかもしれないけどね、まあそれなりにはいるので、はい、そういった選手もね、特に狙っていただければなと思います。まあ気になるね、選手の評価をぜひね、見ていってください。ということで、早速評価に移っていきたいと思います。はい、ではまず評価に移る前にですね、評価基準の説明をさせてください。こちらです。 はい、えー、この動画の評価についてなんですが、スキル能力値総合の3項目で、1から5の9段階、点号を含むで評価していきたいと思います。であと、新機能のね、まあ、ブーストプラスとかが特徴になってると思いますので、まあ、そういったところも絡めてね、まあ、お話できたらなと思います。よろしくお願いします。では、早速、1人目からやっていきましょう。まず1人目の選手、こちらです。はい、ベガルタ仙台の木田龍馬選手です。 木田選手、スキル4.5、能力値4、総合4.5で評価しております。はい、こちら、高評価になりましたが、スキル見てみましょう。まあ、インサイドカッターいいですね。はい、カットイン系の選手です。で、えっと、カーブシュート。まあ、これはね、えー、テクニカルカーブの B 版になりますが、まあ、シュートスキルとしてはまあ、いいし、まあ、連動としてもいいと思います。まあ、インサイドカッターとの相性はいいでしょう。で、あと B でね、音速ドリブルを持ってますので、まあ、音速ドリブルから実質の3連動ね、まあ、音速カットイン。 え、カーブシュートという流れが、まあ、組めるということで、まあ、比較的ね、特に後半とかから入れると、まあ、スピードで、ま圧倒するタイプなのかなと思います。で、タイプもね、スピードタイプなので、非常に相性がいいと思います。で、能力値に関してなんですけれども、ちょっと今回からね、あの、ブースト入れてみました。まあ、実際ブースト入れてどんなもんだっていうのはね、結構皆さんそこにしか、まあ、正直ね、実践で使うんだったらブースト降ると思うので、まあ、ブースト降った値でね、今日からちょっとやっていきたいと思うんですけれども、まあ、ブースト降った感じだと、 まあ、オフィッチはね、まあそんなに高くないです。高い方ではないです。まあ普通ぐらいかな。うん。 で、スピード値もね、まあまあそれなりにあるんですけれども、まあこのボナセンスピード、まあ悪くはないと思います。さっき言った通り、まあ後半から特に入れるんだったら、まあ音速ドリブルから突き放す流れというのがありますので、まあ特にね、後半から入れるってなると、まあ能力値は悪目立ちはしないかなと思います。ただ一つ、えー、注意するとすれば、まあやっぱカーブシュートが結局入ってなんぼの選手だと思いますので、やっぱオフェチはね、どうしても補強が必要になると思います。 まあそういったところでブーストプラスでね、あと底上げするとか、まあキラーとかスキルとかね、ああセンスとかね。そういったところでやっぱり上乗せしないと、まあ結局はまあ抜けるんだけれども、結局のシュートが入らないっていうね場面がちょっと見えやすいと思うので、まあそこはね、ちょっと気をつけてくださいというところで能力値はまあ4ぐらいの評価かなと思います。で、総合はまあ4.5で評価しております。 まあただ、ここさっき言った通りね、まあ能力値の上乗せ条件ですね。で、4.5は出せるということで、まあやっぱりね、シュートスキル入ってなんぼなんでね、まあただ、まあシュートまで持っていけばね、相手のシュートセーバー発動しなくて入るっていう場面もありますので、まあとりあえずはシュートまで持っていくことが大事だと思います。まあその上で、そのカーブシュートがそれなりの力を発揮できればというところなんですが、 ただまあ相手がシュートセーバーだとね、やっぱりちょっとシュートセーバーにはやっぱ B スキルのシュートスキルじゃちょっと分が悪いところがあるので、まあそこをあとどう見るかですね。まあというよりもそこをどうなるべく貫く可能性を上げれるかっていうのが、まあこの木田選手をえより生かすための、まあ最終的なね、まあそこの判断材料になると思うので、まあここはね、意識した上で使う人はまあ使ってみてはいかがかなと思います。まあ例えば B, B シュートスキル強化つけるとか、 まああとはもうそもそもねオフェチ上げるとかまあそういったぐらいしか方法はないと思いますがまあぜひねちょっと、えー、いろいろ考えて使用してみてはいかがかなと思いますはいでは2人目なんですが2人目は同じくベガルタ仙台の中島元彦選手です中島選手スキル4能力値4総合4で評価しておりますはいここスキルから見ていくと まあ、エンジェルパス、ドライブシュート、スピードドリブルということで、まあ、特にエンジェルパス、ドライブシュートの組み合わせは、まあね、トップ下とか、まあ、シャドウでもいけるかな。うん、まあ、こういうところとしては見たらいいと思います。まあ、スピードドリブルもね、まあ、時には役に立つかもしれませんが、まあ、うん、悪い組み合わせではないですけどね。はい。まあ、めちゃくちゃいいとは言えないので、まあ、4が精一杯かなと思います。 で能力値に関しては、まあ、ここもね、フェッチ高い選手じゃないので、フェッチ欲しいんですが、まあ、ボナ戦がオフェンスなだけまだましですけれども、まあ、これだけじゃちょっとまだ届かないというところがありまして、まあね、ここも新機能だったりとか、キラとかセンスで上乗せする必要がまだまだあるかなと思います。まあ、あくまでね、このセンス、まあ、スキル構成だったら、まあ、パスがメインになってくると思うので、 まあ使えなくはないと思います。オフェンス乗らなくてもね。ただドライブシュートのまあ、なんていうかな、期待値が下がるとは思うので、まあよりね、いい選手として使いたいんだったら、まあやっぱオフェンスは上げていかないといけないかなと思います。まあ能力値としては4ぐらいの評価かなと思います。で、総合は、A、4で評価しております。まあここもね、まあやっぱり ABC の組み合わせなんで A スキルがね、結構重要になってくるんですが、まあエンジェルパスを A スキルで持ってるっていう点は結構評価できるんじゃないかなと思います。 まあ、あとはさっき言った通りね、より活かしたいんだったら、まあ、オフェンス値上げるとか、スキル強化つけるとかして、さっきの木田選手と一緒ですけど、まあ、シュートスキルがどれぐらいシュートセーバーに通用するかっていうところの期待値を、まあ、上げていくのか、まあ、それかもパススキル強化とかね、まあ、パス系の、まあ、強化に努めるのかとか、まあ、いろんなパターンがね、中島選手はあると思うんですけれども、まあ、個人的にはそうですね、シュートに期待というよりも、まあ、ここはどっちかというとアシスト面が強いと思うので、まあ、それなりに、 はい、まあ、このままでもぶっちゃけパスは通るかなと思うんです。けれども、はいまあ、なるべくならね。ドライブシュートまで期待させた方がいいので、そこはねまあ、えー、強くできる人はぜひね。是非ね。強くして、えー、挑んでみてはいかがかなと思います。はい、は続きまして、ブラウブリッツ秋田の小柳達志選手です。小柳選手スキル4。能力値4.5。総合4.5で評価しております。はい、ここも非常に高評価になりましたが。 スキルね、うん、まあいいですよね。ピンポイントタックル、ヘディングクリア、パスカット。まあただ AC のタックル、えー、スティールの組み合わせなので4にはしておりますが、まあ、まあサイドバック、特にサイドバックなら、まあ4.5、まあ4.5はちょっと言い過ぎかもしれないですけど、まあ4.25ぐらいは、うん、4.2、4.3ぐらいは出せるんじゃないかなと思いますので、まあそこはね、えー、まあいいスキル構成と思ってはいいと思います。 ただちょっとセンターバックとかボランチとかだと、まあセンターバックは特にちょっと怖さが出るかなっていうところがあるかなと思います。まあボランチならまだいけるかなというところがありますかね。はい。で、能力値に関しては、ここまあボナ戦ね、えー、ディフェンスしっかりついてますし、まあディフェンの基礎値もね、低い方で、まあ普通よりちょっと高いぐらいなので、まあ4.5は、はい、出せると思います。で、総合は4.5で評価しております。まあ小柳選手ね、ちょっと今年まあね、試合登場がちょっとうーんって感じなので、ちょっと 不安要素ありますけれども、まあね、本当に J クラ的には貴重な選手なので、まあ本当にね、あのリアルの成績もすごく気になる選手なんですけれども、もしかしたらこのままの成績だと、ちょっと来シーズンね、うんどうかなっていうのがちょっと心配になったりとかね、まあ後半シーズンもそうですけど、まあちょっと心配になったりするので、早めに抑えておいた方がいいのかもしれないですねで。去年のクレのガーディアン当たってる人とかが結構僕のところに質問を持ってきてくださって、まあ僕も考える機会があるんですけれども、 まあそれはね、またね、およい動画でちょっとお話ししようかなと思ってるんですけれども、はい、非常に悩ましいところだと思うんですけど、まあ、言っておくんだったら、僕の考えでちょっと言っておくんだったら、まあスキル構成はまあ大事だよっていうところを一つだけまあ言っておきたいなと思いますね。はい。まあこのスキル構成も悪くないので、まああとはブーストプラスとかを活かせるかどうかとかね、そういったところに結構かかってくるとは思うんですけれども、 まあ、小柳選手ね、グレード86なので基礎値がまあ全体的に高いとは言えないので、まあ、できればブーストプラスとかでね、して使った方がとか、まあ、意外とね、過去所属の多い選手なので、まあ、特に J2 のね、過去所属がまあ複数チームある選手なので、まあ、マックスまでいかなくてもね、プラス1ぐらいの、はい、ブーストをプラスとかね、えー、組んであげると、まあ、ちょっと見栄えはね、良くなるのかもしれないし、もしくはまあ、キラとかね、まあ、他のセンスで固めてあげるとか、そういうところをすると、まあ、本当にスタメン級の選手にね、生まれ変わる。 もともとスタメン級の選手でもあるんですけれども、よりね、強くして使うことができるというところで、まあ、非常にやっぱりね、J クラ的には魅力ある選手かなと思います。はい、では続きまして、同じくブラウリッツ秋田の藤山智文選手です。はい、藤山選手なんですけれども、スキルが4.5、能力4、総合4.5で評価しております。はい、ここスキルなんですが、まあね、ピンポイントタックル、インターセプト、フィードということで、まあ、スキル構成いいと思いますね、4.5は出せるでしょう。 で能力値も意外とね、ディフェッチ低いわけじゃなくて、スタミナも結構高いんで、ここは非常に印象が良くて、で、ボナセンスタミナなんで、正直4.5つけようかなと思ったんですけど、ちょっとやりすぎかなと思って4にはしてます。ただまあ4.5に近い4と思ってください。で、総合は4.5で評価しております。はい。この藤山選手ね、非常にね、結構強そうに見えますね。まあ個人的には、ここもね、本当にブーストプラスでの上乗せとか、まああと、キラとかは特に、えー、まあ本当にいい、よりよく見えるね。 本当になんか効果でかいように見えるんですけれども、まあ、やっぱりね、もうちょっと固く使いたいんだったらやっぱディフェンチはね、無視できないので、まあここさえ補強してしまえばスタミナ値高い選手なので、結構活躍してくれるんじゃないかなというところで、まあ実戦のね、期待も結構できる選手かなと思います。まあなので、まあディフェンチをね、無視することはさっき言った通りできないんですけれども、まあここさえ上乗せしてあげればスタメン級の選手に生まれ変わる、はい、感じなので、まあ使う人はね、 はい、ここ、まあ、サイドバックでもいいしね、右サイドバックでもいいし、ボランチでもいいし、まあ、CMF でもなんならいいんですけれども、はい、まあ、ディヘッチをね、上乗せして使ってあげてください。まあ、結構いいカードだと思いますね、今回のスターターの中でね。はい。はい、では続きまして、えー、モンテディア山形の野田弘樹選手です。野田選手、スキル4.5、能力値4.5、総合4.5で評価しております。 はい。ここも見ていきたいんですけれども、まあ、スキルいいですね。パークトスティールとハードタックルで4.5を出せるんですけど、ここにヘディングクリアついてるん、ね、で、なおいいですね。はい。文句ないでしょう。4.5です。で、能力値に関しても、まあ、ディフェンスね、ボナセン一致してて、まあ、ブーストね、込みで1344かな。うん。まあ、悪くない数値なので、まあ、4.5でしょう。はい。で、総合は4.5で評価しております。 はい、ここ非常にね、いいカード出たんじゃないかなと思います。まあ、野田選手グレード90までね、上がってるということで、まあ、比較的全体的にね、能力値も高くて、見栄えも良くて、うん。まあ、スタミナ値もね、それなりに高い選手なので、はい、非常に、まあ、ここは好感が持てるかなと思います。まあね、本当に新機能とかうまく活かしていくと、まあ、スタメンね、必須級ぐらいに強くなるんじゃないかな、ぐらいの、はい、ポテンシャルを決めてると思うので、 まあそこのところね、はい、しっかりと強化いければ、まあね、文句なく、まあスタメンで、まあスターターのカードですが使えると思います。まあそれぐらいね、強さ込めてると思うので、まあぜひね。 はい。使ってみてはいかがかなと思います。ここはスターターの中でもね、実用性あるカードだと思うし、まあ、あと意外とね、スピードタイプのね、えー、ディフェンダー、センターバックね、特に少ないので、まあ、こういったタイプ別でのね、活躍とかも期待できるカードかなと思います。まあ、非常にね、印定が詰まったカードだと思うので、今回の中でも非常に印象がいい1枚となっております。はい。では最後の選手になります。えー、同じくモンテリオ山形の後藤正明選手です。 後藤選手、スキル4、能力値4.5、総合4で評価しております。はい、ここを見ていきたいんですけど、スキルがね、やっぱね、シュートセーバーがね、ないというところ、プラス、まあ B のセービングなんでね、まあ C の飛び出しはいいんですけどね、うん、まあ C の飛び出しに面して4にはしてますけど、うんまあ3.5に近い4ですかね。はい。で、能力値はここね、ボナセンディフェチで、しかもね、基礎値が1400ぐらいあるんでね、まあやっぱ強いですね。ここは4.5になりし、まあ5よりの4.5と思ってください。で、総合は4で評価しております。 まあただね、後藤選手も多分ね、このままの評価でいけば今年もシュートセーバー出ると思うんですよね。まあ、正直それ待ちかなっていうね、正直な感想だと思います。まあ、この後藤選手当たった人は、まあ、保管しておいて、保管しておける余裕がある人は保管しておいた方がいいんじゃないかなと思うし、まあ、今年ね、本当シュートセーバーの上位が出てもおかしくないと思うので、まあ、そういった選手に割り振られる可能性も十分にありますので、 はい。まあ、ここは、ええー、期待していいんじゃないかなと思います。まあ、シュートセーバーはね、出そうな気がしますね。後藤選手の今の立ち位置だとね。はい。まあ、J2 でもね、トップクラスの選手なので、まあ、今年ね、ちょっとブローダー選手とかはね、ちょっと苦戦してますからね。まあ、ちょっと脳震との影響とかもあるみたいですけど、まあ、そういったのでね、ちょっと、ええー、まあ、苦戦してるというか、まあ、まだ出場がね、ちょっとないっていう中で、あブローダー選手すいません。横浜 f c あの、JY だね。<laughs> すいません。申し訳ないです。 まあでもそこら辺の選手たちと同格だと思うので、うん。まあ、あとはまあそうね、三浦選手とかね、ジュビロの三浦選手とかもちょっと苦戦してるとかあるし、まあそういった意味でもね、うん、まあ可能性あるんじゃないですかね。まああと、徳島のね、スアレス選手とかもね、ちょっと苦戦してるっぽいんですよね。うん。だからね、まあ結構目立つ、今年1年もね、目立ってくる可能性あると思うんで、まあそういった意味で今後に期待していきましょう。はい、ということで、えー、6選手評価が終わりまして、 まあ今回はね、結構ディフェンダーの選手ね、ディフェンダー気味の選手は結構いい選手が目立ったかなと思います。まあ、特に野田選手とかね、小柳選手ね。うん。まあ藤山選手も良かったですね。まああと攻撃,攻撃陣で言ったら木田選手とかね。まあここら辺は結構目立った。はい。J2 も負けてないなっていうのを感じさせてくれた、まあ、3チームだったかなと思います。で、結構 J2 のチームね、お気に入り80件を使うと85以上確定のチームがちょこちょこあるんでね。まあそういうところも含めて、まあぜひね、狙いを考えてみてはいかがかなと思います。 ではね、えー、今回のパート7の評価動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。これで失礼します。バイバイ。